ね、バイオリニストがとか結構不細工だったんで、みのりんの好感度が上がったという ことでした。いいと思ってほしいです。今日はね、千原みのりの不倫報道についてということで、なんか週刊誌にすっぱ抜かれたらしく、ほぼ事実ですっていうことでですね、なんか6年間あのバイオリニストの方と不倫して、なんでなんか新しい不倫相手がどうのこうのっていうことで、ってことは分かんないですけど、千原みのりって未婚なんですかね。で、相手の人が妻子持ちっていうことでいいんですかね。配偶者とかいないよね。そうなんですよね。私、あの、千原みのりはやっぱりね、あの、長門ですかね。長門役とか、あと、その、歌とかだよね。あの、なんか野球のサンライズのやつの歌とか、ね、特徴のある、ね、歌声が特徴の。それは、運命を止められなかった未来。あの、すげえ天上天下の時の、すげえ演技が下手だったのが、受けるレベルなんですけど、あれですよね、千原みのりも立ちなさい。この夏目あやの婿ともあろう男がその程度の憲法使いにいいようにあしらわれるとは、なんたる醜態。その誰だっけ、平野あや子役でしょ。あれだよね、あの千原みのりさんもなんかグラビアとかそういうのですよね、出身がね。ちょっと待って、これも調べるわ。女優になってる。だから見てくれがいい系なんですよね、この人。中学時代漫画家を志しており、歌手デビューに向けて声優タレントコースが開講することに、スタッフに千原の性質もキャラクターも独特だから声優としてお芝居を勉強するともっと幅が広がると思う。念願のタレントデビューが、まあでもこれならこのレベルなら声優でいいのかな。相手の人がさ、バイオリニストなんだけど結構ブサイクじゃないですかね、あの鏡見て言うわけじゃないですけど、結構ブサイクな方なんで、みのりん好感度アップしました。でもだから相手の人も39だから、みのりん何歳なのかなと思ったら、みのりんも39なんですね。39か。不倫、ね、あの平野綾もね、なんか若い頃は結構なんかバンドを全員やるみたいなバンドメンバー全員と2年頃みたいなね。私はもともとその声優とかで興味ないっていうか、中の人をあんま興味ないんでいいんですけど、ただやっぱあれだよね、心が乱されるっていうか、やっぱ作品にこう泥を塗るね、作品に泥を塗る結果につながりかねないじゃないですか。ある意味こう、なんか長門が不倫をしたみたいな長門が不倫をしたみたいな、なんかね、それでこう、だって作品名とかも出るわけでしょ、その鈴宮春のね、長門役とか言って出ちゃうわけだから、まあそういうところにこうご迷惑をかけるわけですよね。なので、まあ自重していただきたいところではあるんですけども、まあしょうがない。まあ昭和の女ならしょうがないっていうところで、まあ、今回私が言いたかったのは、あの、ね、バイオリニストが結構不細工だったんで、みのりんの好感度が上がったということでした。